こんにちは、浅井智代です。この動画では日本のアマゾンの FBA 納品の方法について説明をしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、まず納品しようと思う商品はこちらの助っ人入れという商品を納品していきたいと思います。まずですね、こちらのトップ画面から出品用の画面に行きたいと思います。アカウントサービスをクリックして、出品用アカウントをクリックします。そしてこの右上の方にありますログインをクリックします。はい、今回の商品は一度出品をしたことがある商品の補充になりますので、まず在庫管理、在庫の中の在庫管理をクリックします。そしてですね、ここの検索窓のところにジャンコードの番号を入れていきます。ちょっとね、今回の商品ジャンコードがわからないので、このね、助っ人入れという商品名を入れて検索します。はい、そうするとこのように助っ人入れ出てきましたので、こちらをね、納品したいと思います。この四角にチェックを入れまして、変更の在庫商品を納品補充するというところにチェックを入れます。で、在庫を納品するをクリックします。在庫を納品するをクリックします。そしてですね、このユニットというところに数を入れます。今回はね、8点納品するので8と入力します。そして続けるを押してください。はい、今回は新規作成をしますので、出荷内容を新規作成の部分にこの青ポチを入れてですね、保存して次に進むをクリックします。そして出荷納品準備を開始をクリックします。ここで商品を確認して、ユニット数は8点ですのでこのままで大丈夫です。保存して次に進むをクリックします。そしてですね、商品に貼るラベルを印刷したいと思います。私のところで使っているラベルのサイズが66ミリの35ミリなので、ここを35の66に変更して、商品ラベルの印刷をクリックします。これは OK を押してください。これはね、今ブラウザーは Google Chrome を使っているんですけれども、 Google Chrome の場合はこのような表示が出ます。保存をクリックしていただいて大丈夫です。そしてダウンロードできたものを表示します。そしてプリンターの設定をします。で、大丈夫なようであれば OK を押して印刷を始めます。印刷がね、スタートしましたらこちらの画面は閉じていただいて結構です。はい、では今印刷中ですのでね、次に進みたいと思います。続けるを押します。でね、次に配送業者を選びます。使う、ね、配送業者をこの中から選択してください。私のとこではね、福山ツーンさんを使っているので福山さん選択します。保存して次に進むをクリックします。で、中に入れる納品書を印刷します。こちらは1枚で大丈夫です。納品書の印刷をクリックします。これで大丈夫ですね。で、プリンターを設定して印刷します。で、印刷始まりましたら続けるを押して先に進みます。
と、ここには伝票番号を入れます。わからない場合はですね、ここは空白でも大丈夫です。そして保存して次に進むをクリックします。次に外に貼る、段ボールのね、外に貼ります。配送ラベルを印刷します。こちらも1枚で結構です。配送ラベルを印刷をクリックします。先ほどと同じですね、保存を押して、保存ができましたらこちら開きます。プリンター設定して OK で印刷を始めます。こちらも印刷が始まりましたらね、閉じていただいて大丈夫です。納品設定を完了するをクリックします。はい、ではね、これで、FBA の納品手続きは終了になります。とですね、配送業者さんに回収していただいたら、ここ納品済みにするをクリックしてください。ではね、実際の作業はまた別の動画で説明をしたいと思います。ありがとうございました。